はい、続き、バイナリーオプションスペシャリストの浜岩先生。そんなことでね、虫になって勉強っていうのはね、非常の時だけなんですね、とか、テレパシーで情報を聞くとかいうのは非常の時なんです。人間そればっかりやってると、みんなダメになっちゃってですね。虫はね、脳がちっちゃいから、そのネットワーク持ってるんですよ。同じ仲間から、生物からもね。それである程度動くんですよ。で、知能、団体の脳で動くわけですね。虫のちっちゃいでしょ？だからね。だからこれは、この人間たちがね、まあ私は人間の上の生物って言ってるけど、人間たちはこれ、非常に使うことばっかして、怠けて、ちゃんと勉強しないで、自分で覚えないで、怠けて全部テレパシーでしょ、もう今。これどんどんバカとかやか、もう無能ですね、もう。これ虫がやることですよ。学校で、僕なんか大学でも、誰もいないもんね。テレパシーでカンニングしてないもん、誰もいないもんね。僕以外いなかったからね。義務教育部だって誰もいないでしょ。テレパシーでカンニングしてない人。それしなければ誰も卒業できないでしょ。人間これ。これ虫がやることですよ。そんなことやって勉強嫌いなんですかね。ちゃんと勉強できないんだなっていうので、ひどい現状ですよ。今、地球人の人間たち。で、そもそもね、人間っていうのは理想でね、私が作ったことなんですよ。だから、実際人間たちには人間になってないのね。良い生物、お手本のことを人間と僕は作ったのね。ね、これよく知っていただきたいんですけどね。人間というのは生物のお手本として私がある一個だけなんだけど、そういうものを用意したんですね。それで人間がその成長していく時に、原始時代から成長していく時にね、役に立とうと思ってお手本を作ったんだけど、もう全然嘘っぱちばっかしになっちゃってね、人間に全然なってないですね、人間たちはね。今言ってる人間は人間じゃない、その道も外れちゃってますね。人間っていうのはね、私が作った理想のね、原型を言ったんです。ある程度の一部のね、あんまり難しくないように、難しい、出っ張りすぎないようなね、それは大変だから、ね、ある理想の生物というものを私が作ったのが人間なんですよ。で、今言ってる人間っていうのは、その理想に少し行ったかなと思って、全然嘘ついて、頭が全然ないですね。700年後分かるだけで生きられるっていうのはもう全然意味ない。で、動かせなければな、上の能力生物が動かせなければ全部間違いだらけって。ね、一生懸命動くけれども、もう間違いだらけで何を動いてるんだってね、一生懸命動くんだけど、で、やり方を教えても面倒くさいのに、ね、全然聞かないしね。ね。逆にこっちは大変になるからって言ってね。ね。こっち攻撃、教える先生を殺しに来ますからね。嫌だっていうこと、仕事多いから、仕事ってのは、生きるためだからもう100%なんですよね。なんか遊びたいじゃないけども、ないですね、もう。ないですよ。ちょっと教え、あの、犯罪者が、人間の犯罪者とか、代表が、とか、悪い生物がくっついてるのが今、聞き始めたんで、多くね。また話を中断しないといけないんですけど、テレパシーでね。こういう記録に作るにも、情報というのはね、こちらの仕事の妨害でね、人間たちとか宇宙生物とかそののが、人間だけではまだ大したことないんだけども、悪いのはね、
宇宙生物で人間よりか頭のいい宇宙生物の割にもまたいますからね。それで組んで人間は暴れるんですよ。でまたくっつけてきてるんで、関連でね、私の仕事妨害に、徹底しておりますから、もう それが仕事にしてますからね、24時間ね。まあそんなことでね、まあ、人間に話してるっても通じないからっていうのは、人間の上の生物ね、人間よりか頭のいいその敵である悪い生物には、ある程度また知能は上だとこの話は通じるんですよね。人間にはまだ通じないと思うんですね、全然ね。通じてももっと700年後以上ですね。ビルの建て方も、高層ビルの建て方もまだ教えてないんですよ、私ね。教えてないとどうですかって、全部怖いでしょ、みんなね。危ないんですよ、全然作り方。そもそもね、外国でも地震大きいんですよ、あんなのは。住んでたらいつ死ぬか分かんないね、あんなのは。ね。で、簡単に建てられるもんじゃないんですね。上には完全にね、タービンでもつけてないとね、地震が起きて絶対倒れないようにもう浮いちゃうとかね、そういう時は、そういうような装置大掛かりになっちゃうんですね。で、ま、それつけてなかったら死ぬか、爆死ですよ、そんなの。全部そうですよ、高層ビル。ああ、こんなもん高いの、鉄の棒でも立てているようなのも、もんですからね。ね。まあ、で、建てるしかないわけですからね。要するにね、超高層ビルはね。ああ。